Okay. Okay. よいしょ。ちょっとどかしとくかな。おはよう。今日はよいしょ。病院にはまだ行かないよ。今早朝です、ここで開けて触る練習をちょっとしとこうかなと思ったんですが、少し逃げ腰ですね。じゃあちょっと今はやめとこうか。後でまたねやりましょう。昨日はあんずちゃんの、病院での注射、連れて行くのに失敗いたしました。今日はですね、今かなりな早朝です、さっきちょっとなでなでをしようとしたら少し逃げ腰だったので、一旦やめましたが、昨日チャレンジしたのは、外にいる時にですね、洗濯ネットに入れて連れて行こうとしたんですが、やっぱり外ではちょっと逃げられるともう二度と捕まらない、ただの後ろに逃げ込んでしまうというふうになりました。ということで今日はあずちゃんには申し訳ないんですけども、あれ大丈夫大丈夫、はい、大丈夫、この中でですね入ってもらおうと思います。今回大丈夫だね。こうやって、ケージの中でなでなでが今日はたくさんされるんだなって誤解をしてもらいます。これを何度もですね、繰り返して最後の最後に騙されるという感じになりますよ。でもね、一回は騙されて病院に連れて行かれるけど、それから帰ったらすごい甘やかすから、頼むね、お願いしますよ。ジャン君に足を噛まれました。ジャン君、いや、なんでアンズちゃんを可愛がってんのってなりましたね。今日はねちょっと特別な日なのでお願いします。ジャンさん、ポンちゃんも来た。ポンちゃんも最近は甘えるようになってきたもんね。一時預かりを始めてからですね、ジャン君やポンちゃんの、甘え方がやはりちょっと前よりも甘えるようになったり、ポンちゃんがなんていうのかな、馴染んでくれるようになったのは、ある意味一時預かり効果かなと思います。考えてみると自然に平和な風景が出来上がってきているようです。
早い時間だから出してあげたいけど、昨日のことがあるからね。あと3時間か。ケージにいてくれる？美味しいご飯あげるよ。ね。今日だけ我慢してくれるかな。ね。はい。指は嫌いか。はい。今日はちょっとイレギュラーですが、外の遊びなしで、ご飯でーす。なんとなく変だなと思うかもしれないけど、大丈夫かな？はい、食べてください。